皆さんこんばんは、岡です。今日もね、ついさっき帰宅しました。今日もね、いろいろあったけど、まあ楽しく過ごせたのでよかったかなと思います。とりあえず、めんどくさいことは今日で、一旦片付いた。で、明日からまたちょっともう一件増えるけど、まあ多分大丈夫でしょう。14、15とね、ちょっとね、いろいろ予定がまた増えるから、まあ、今日中にね、終わらせたのはよかったかなと思います。まあね、うん、最終的には多分、終わりよければ全て良しになると思うんだけど、わからん。うん、最終的に、まあ、良ければいいんじゃないかな。まあ、あることも。まあ、積み重ねてることがさ、結果的にね、良い方向に向かえばいいんだよ。まあ、良い方向に向かうかどうかっていうと、本当疑問が、ハテナマークが4つぐらいつくけどね。まあ多分大丈夫でしょう。まあ何かあったらね、その時はお知らせします。まあ、特にお知らせするようなことでもないんだけど、まあした方がいいのかなと思って。まあみんながね、どういう受け取り方をするかどうかわからないんだけど、まあいい話ではないことは確か。うん。悪いお知らせが来るかもしれない。近々。もし、あまりひどい場合はね。まあ多分大丈夫だと思うんだけどね。まあ適当に聞き流してください。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。